クライナ悲願の F-16 がロシアの最新鋭機 SU-57 と対決するとき、ウクライナが F-16 を手にする日がいよいよ近づいてきた。ロシアの最新鋭機 SU-57 から制空権を取り戻せるか。ウクライナは西側支援国から供与された F-16 戦闘機が前線に届くのを待ちわびている。ウクライナは2年以上にわたるロシアとの過酷な戦争を経て、ファイティングファルコンの愛称を持つこのアメリカ製戦闘機こそがロシアの航空優勢に対抗する鍵になると期待をかけている。数ヶ月に及ぶ外交圧力の末、ウクライナのウォロデミル・ゼレンスキー大統領はついに北大西洋条約機構 NATO 加盟国のデンマーク、オランダ、ベルギーから F-16 戦闘機の供与を受けた。アメリカと同盟国は協力し、4月初めからウクライナ軍パイロットに F-16 の操縦方法を訓練してきた。機体自体も今後数週間のうちにウクライナに届けられると見ている。ゼレンスキーはロシア軍と同等の戦力を実現するには120から130機の F-16 が必要だと述べている。ロシア側で迎え撃つ戦闘機は SU-57 だ。 F-16 が信頼性と多用途性を備える一方、 SU-57 の高度なステルス性能は手強い障壁となって立ちはだかるだろう。 SU-57 はロシアの第5世代ジェット戦闘機であり、高度なステルス技術、 3D の推力変更ノズルを備えたエンジン、そして幅広い兵器搭載能力を誇っている。ロシアの軍事資料によれば、 SU-57 は高度6万フィート近くの上空で音速の2倍以上の速度で飛行できる能力を持ち、航続距離は約2900キロを超える。兵装としてはレーダー誘導、あるいは赤外線誘導、熱検知の空対空ミサイル、無誘導の空対地ロケット、通常爆弾、クラスター爆弾、30ミリ口径で銃弾を発射する航空機関砲が搭載できる。 NATO のコードネームは重罪犯。2機のエンジンを持つこのステルス戦闘機はロシアの防衛産業大手スホーイ社によって2000年代初頭に開発された。そのルーツは冷戦時にまで遡る。当時ソビエトは新世代の戦闘機が必要だと判断した。 SU-27 や MiG-29 からなる当時の航空部隊の後を継ぎ、前線での戦術的な作戦を実行する役割を担う戦闘機だ。だが SU-57 は製造の遅れや性能面での問題に直面した。特にエンジンとステルス性能については問題が顕著だった。一部の軍用航空機専門家は、 SU-57 の丸いエンジンノズルは外から視認しやすく、レーダーによって検知される可能性が高いと指摘する。このためステルス性能が低下する。このように性能面で物足りない点はあるものの、 SU-57 NATO のコードネームでは重罪犯を意味するフェロンは F-16 より優れた点もいくつかある。防衛関連情報の専門誌ナショナルインタレストの報道によると、第5世代のフェロンは地上レーダーとの連携が可能だという。これにより第4世代と比べて最初のミサイル発射が早いというアドバンテージがある。ウォロデミル・ゼレンスキー大統領はついに北大西洋条約機構 NATO 加盟国のデンマーク、オランダ、ベルギーから F-16 戦闘機の供与を受けた。アメリカと同盟国は協力し、4月初めからウクライナ軍パイロットに F-16 の操縦方法を訓練してきた。機体自体も今後数週間のうちにウクライナに届けられると見られている。ゼレンスキーはロシア軍と同等の戦力を実現するには、120から130機の F-16 が必要だと述べている。ロシア側で迎え撃つ戦闘機は、SU-57 だ。 F-16 が信頼性と多用途性を備える一方、 SU-57 の高度なステルス性能は手強い障壁となって立ちはだかるだろう。
SU-57 はロシアの第5世代ジェット戦闘機であり、高度なステルス技術、3D の推力変更ノズルを備えたエンジン、そして幅広い兵器搭載能力を誇っている。ロシアの軍事資料によれば、SU-57 は高度6万フィート近くの上空で、音速の2倍以上の速度で飛行できる能力を持ち、航続距離は約2900キロを超える。兵装としてはレーダー誘導、あるいは赤外線誘導、熱探知の空対空ミサイル、無誘導の空対地ロケット、通常爆弾、クラスター爆弾、30ミリ口径で銃弾を発射する航空機関砲が搭載できる。 NATO のコードネームは重罪犯。2機のエンジンを持つこのステルス戦闘機は、ロシアの防衛産業大手スホーイ社によって2000年代初頭に開発された。そのルーツは冷戦時にまで遡る。当時ソビエトは新世代の戦闘機が必要だと判断した。 SU-27 や MiG-29 からなる当時の航空部隊の後を継ぎ、前線での戦術的な作戦を実行する役割を担う戦闘機だ。だが SU-57 は製造の遅れや性能面での問題に直面した。特にエンジンとステルス性能については問題が顕著だった。一部の軍用航空機専門家は、 SU-57 の丸いエンジンノズルは外から視認しやすく、レーダーによって検知される可能性が高いと指摘する。このためステルス性能が低下する。このように性能面で物足りない点はあるものの、 SU-57、 NATO のコードネームでは重罪犯を意味するフェロンは、 F-16 より優れた点もいくつかある。防衛関連情報の専門誌ナショナルインタレストの報道によると、第5世代のフェロンは地上レーダーとの連携が可能だという。これにより第4世代と比べて最初のミサイル発射が早いというアドバンテージがある。自爆型ドローンがロシア兵士に突撃する瞬間映像。シャベルで必死に応戦も、最後には爆発の餌食に。ウクライナ軍は戦場の歩兵や装甲車両、戦車だけでなく、ロシア国内の石油精製所などを標的にした攻撃にもドローンを使用。戦闘を続けるウクライナとロシアがドローン開発でしのぎを削る中、ロシア軍の兵士にウクライナ軍のドローンが襲いかかり、シャベルで必死に叩き落とそうとする様子を捉えたとされる動画が公開された。ウクライナの戦場では数多くのドローンが使用されており、ロシア軍が特攻に手を焼く様子を捉えた動画はたびたび投稿されている。インターネット上で大きな注目を集め、ウクライナ人ジャーナリストのユーリー・ブツソフをはじめとする親ウクライナのアカウントで共有されている短い動画には、ウクライナ国内、詳細な場所は不明の塹壕にいるロシア軍の兵士にドローンが猛スピードで向かっていく様子が映っている。別の角度から撮影されたドローン映像には、その兵士がシャベルを使ってドローンを追い払おうとするものの、反撃をかわしたドローンが爆発して兵士も巻き込まれる様子が映っている。動画の続きには兵士が動かずに横たわる様子が映っているが、この兵士が先ほどの兵士と同一人物なのか、彼がドローンの爆発によって死亡したのかどうかは不明だ。本誌はこの動画の信憑性について独自に確認を取ることはできず、ロシア国防省にメールでコメントを求めたが、これまでに返答はない。ドローンはロシアの様々な標的攻撃に使われている。ロシアがウクライナへの本格侵攻を開始した2022年2月24日以降、ウクライナは何ヶ月もの時間をかけてドローン群をかき集め、新しいドローンの開発やさらなる開発のための資金調達も続けてきた。偵察任務の支援や自爆型ドローンによる攻撃、砲撃の誘導など、ドローンは戦闘のほぼ全ての側面で使用されている。動画はウクライナ軍第54独立機械化旅団のドローンパイロットが撮影したものとされている。
同旅団はウクライナ東部ハルキウ州の州都ハルキウ東方のクピャンスク周辺にある前線近くで作戦を展開している。戦闘開始以降、ソーシャルメディアにはロシア軍の兵士たちが即席の兵器を使ってウクライナ軍のドローンから身を守る様子を捉えたとみられる数々の動画が投稿されてきた。4月後半にインターネット上に出回った動画は、ロシア軍の兵士がウクライナ軍第82独立空中教習旅団が運用するドローンをシャベルで撃退しようとする様子を捉えたもののようだ。ウクライナ軍はロシア軍の歩兵や装甲車両、戦車だけでなく、戦場から遠く離れたロシア領内の石油精製所などを狙った攻撃にもドローンを使用してきた。アメリカがウクライナに攻撃中止を要請との報道も。国際非政府組織 NGO のグローバルウィットネスは、本誌と独占的に共有した新たな分析の中で、ウクライナが標的にした石油精製所の一部はロシア軍の戦闘能力の維持を支えてきたと示唆。そのためこれらの石油精製所はウクライナ側にとって正当な軍事標的であると主張した。ウクライナのオルハ・ステファニシナは以前、ウクライナはこれらの石油精製所について正当な軍事標的だと考えていると述べていた。フィナンシャルタイムズ紙は3月、ロシアの報復を招き、また石油価格を押し上げる恐れがあるという理由から、アメリカがウクライナに対してロシアの石油精製所への攻撃をやめるよう促したと報じていた。